こんにちは、こんばんは。自由人です。今日はですね、自己流ダイエット戦略ということで、前回の動画で、自己流ダイエット始めますという動画を上げたんですけど、それの戦略編になります。それで脂肪を減らしたいということで、脂肪量を、体重かける体脂肪率から計算しまして、現在こう63.2キロ、23.8%で、脂肪量がだいたい15キロありますよということで、これを半分にする目標を立てました。そして今日は戦略編ということで、食事制限と運動ですよね。もう全てダイエットだいたいこれになってくると思います。で、まず食事制限の方ですけど、低炭水化物、炭水化物が結局こうエネルギーになって、で、それがエネルギー消化できない分が脂肪になっていくわけなんで、低炭水化物ダイエットということになります。で、僕が立てたのが、朝がゆで卵、納豆食べて、で、まあ、高タンパク質プラス腸内環境を良くします。で、昼は軽食、まあ軽めに500キロカロリーぐらいのものを軽く食べて、で、夜はまあ好きなもの、ただし炭水化物は抜きますっていう、こういう、食事制限をしようと思います。で、まあ食べてないわけじゃないんでお腹は空かないと思うんですけど、間食は禁止です。間食は禁止、これ重要ですね。次に運動になります。運動の方は有酸素運動と筋トレ、これがまあどんなダイエットプログラムでも言われてる2つ目のテーマになります。で、皆さん有酸素運動の方ですね、明確に答えれますかということで、無酸素運動と有酸素運動って2つに大きく分けられるんですけど、有酸素運動の方は軽いジョギングだったり、早めのウォーキングだったり、それが有酸素運動になって、酸素を取り入れながらの運動になります。で、このどれぐらいまで心拍数を高めればいいのかっていう話なんですけど、年齢ひあ220引く年齢かける運動強度が有酸素運動心拍数、簡易的に求めることができます。で、これは、年齢30歳の場合ですね、運動強度が50%から70%で、0.5から0.7ということで計算していくと、有酸素運動心拍数は毎分95から133回になります。そしてですね、安静時の心拍数って人それぞれ違うんですよね。で、その安静時の心拍数を考慮して計算したものがこちらになります。で、先ほどの運動強度かける220引く年齢までは一緒で、引く安静時の心拍数引かれてるんで、後から足したものになります。で、例を挙げて、また年齢30歳、安静時心拍数60回とした場合、有酸素運動心拍数は125から151回というふうに計算することができます。で、有酸素運動というのはですね、30分間以上しないと、脂肪が燃焼しない、まあ諸説あるんですけど、まあ大体30分ぐらいはやった方がいいですよということです。で、次筋トレですけど、筋トレは、脂肪の部位を動かすことが重要になってきます。脂肪が多いところですね。ってことは、脂肪が多い部位を知っておかなければいけない。で、調べたらですね、まず第1位、腹、お腹ですね。お腹がやっぱ多い。で、次が太ももが多い。で、最後に腕。で、この後まあ背中ぐらいになってくると思うんですけど、まあ基本的にはこの胴体部分が、多いみたいです。はい、この辺を動かしましょうということですね。はい、で、脂肪を積極的に動かしましょうということです。で、これを考慮しましてですね、ちょっと外に出て僕がおすすめする運動を紹介したいと思います。はい、どうぞ。はい、というわけで近くの公園にやってきました。ちょっと天気が悪いんで、ちゃちゃっと動画を撮らないといけないんですけど、僕がおすすめするのがスクワット素振りというやつです。で、僕は小学校から高校まで野球やってたんですけど、高校の時の、
練習メニュー、まあ、冬場の練習メニューになります。で、まあ、名前の通りそのままなんですけど、素振りなんでバットが必要です。で、スクワット素振りなので、普通の素振りだとこう、パッタンに振るだけですよね。こう、こんな感じで。で、スクワット素振りなんで、スクワットして、軽くジャンプして、振る。スクワットして、軽くジャンプして、振る。スクワットして、軽くジャンプして、スクワットして、軽くジャンプして、振る。これだけでございます。これだけ。今4回やっただけなんですけど、もうちょっと息上がっちゃって、有酸素運動にもいいと思います。で、これ何がいいかというと、先ほど言った脂肪が多い部位、腹と、太ももと腕ですよね。それ全てを使うっていうことなんですよ。スクワットで太ももを使って、スイングのこのひねりでお腹がきます。で、腕でスイングするんで、この腕にもバッチリくるということでございます。で、これ目安として、ちょっと今さっきやったの早かったんですけど、6秒に1回スイングしてください。そしたら1分で10回振れます。10回で、10分あれば100回振れるんで、1日100回で、右と左あるんで、10分10分、100回100回振って20分、間に休憩とか入るんで、まあ大体30分ですね。30分あれば左右100回ずつ振れます。30分だったら1日こうどんな人でも運動の時間って取れるんじゃないかなと思ってて、これおすすめです。有酸素運動にもあるし、お腹にも効くし、太ももにも効くし、腕にも効きます。ということで、これをやっていきたいと思います。今左右10回ずつやってみました。で、スクワットっていうのは膝に来るんで、膝が悪い人、まあ、こう深くまであらずに、こう軽くでいいと思います。洋式トイレに座るぐらいの高さで、それでも十分人も置きますんで、それぐらいでいいと思います。で、あと腰が悪い人もこう振るのも、最初慣れないとすぐ痛めると思うんで、軽くでいいと思います。軽くで。バットもできるだけ自分の、まあ、多少負荷になるぐらいで、あまり重いのを使うと継続できないんで、継続することが大切ですから、毎日近くの公園でこれでバット振る人が増えればいいなと思います。野球経験者じゃなくても、バットを一人マイバットを持ってるとか、そういう感じになればないいなと思います。はい、ということでお部屋にお返しします。はい、というわけで、自己流ダイエット戦略ということで今回紹介しました。食事制限は低炭水化物に気をつけていきます。で、運動は有酸素運動をしながらスクワット素振りをするということで、まあ、今回紹介したスクワット素振りだけじゃなくて、まあ、有酸素運動もしなきゃいけないので、まあ、公園に行くまでの間早めのウォーキングしたり、行ってからまあ軽くジョギングして体操してスクワット素振りをするといったことで、脂肪を積極的に動かしていこうと思います。で、まあ、このスクワット素振りですけど、ここはまあ基本的には自己流になるかなと思いますんで、で、保証はしません。保証はしないですけど、もう僕の結果から保証します。僕がこの2ヶ月間の間の結果で保証します。はい、ということで自由人でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。